とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新となっておりますね。今回はどんなタワーになるんでしょうか。18階です。短いね。うん、簡単で20分ぐらいで周回できれば嬉しい。1階からここか。嫌いです、ここは。いつだったっけ、年末ぐらいに21階までがあったでしょ。でも難しかったよね。うん、21階と短かったけどさ、テンペストゴーレム出たりとか。なんで、おお、テンペストゴーレムは出ないでくれ。ちょっと待って、待って、あっせえ。いや、これむずいぞ。ここは、いや、今回ちょっとこれやばいな、難しい。よし、 OK、 まあ行けはしたかな。あら、もうこれがあるからさ、ここ嫌いなのよ、本当に。これがあるから本当に嫌なんだ。よし、よし、終わりか。あれ、あれが引っ込んだら終わりね。はい、1回クリアです。めんどくさ、ここ。なんなんこれ。いいね、火力あるね。もうなんか短いからきつい気がするんだよね。回復取っていく、いやいや、クレームは取っていくか。星寄りでいこうか、今回さ。うん、オッケー、これでいきます。エンチャント入れとこ。うん、エーリと追い打ちを入れとけばもう完璧でしょうよ。あ、久しぶりこのステージだね。お、こっちも出る。おい、ムシュルームって初めてだよね。おい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 、敵のラインナップが面白い。あ、でもこっから倒しは全然いいじゃん。あ、こっちにもいるんかい。あー、もうめんどくさい。もうちょっと待って、でももうこれで倒せるっしょ。うわ、なんだここ、何このステージ。いや、敵のラインナップが面白すぎるぞ。よし、余裕、 OK、 2回クリアです。いけたね。工具、いや、長弾がないんだよね。長弾は欲しい。うん、長弾欲しいんで、いりません。あ、エンチャントまた入れれるね。エーリ2あればだいぶ違うでしょう。風使いが出る感じか。おい、あぶね、多いぞ。ちょっと待って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 、よし、あれおかしいぞ。俺今オフラインの設定にしてるんだけど、 なぜ招待ができるんだ。確かオフラインの時は招待もできなかったと思うんだけどね。そもそも俺はインしてないみたいに今表示してるんだけど。いやー、きつい、これはきついぞ。よし、うわー、うん、内容がやばい今回のは。あ、でもまあまあ、いつもね、序盤は難しい感じじゃん、序盤はさ。だからまあまあ、そんなもんでしょうよ。はい、次、4回。行くぞ。何が来る？何でも来なさい。ちょ、危ねえ。はい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 。クリーパー処理。ちょ。何それ？何それ？え？ちょっと待って。
いや無理やろこんな。無理無理。息ができない。何あのクリーパーの数。は？ちょっと待って、ここら辺からは爆発しないもんね。でここ動いてこないし。よっしゃ、動いてこない。危ない危ない。これでちょっとずつ減らしていくんじゃない。いけ、あぶねえ、いった。もうここなんなんこれ、本当に4回これなんなん。じゃあ爆発しろ。でも倒せはしないか。ちょっとずつ行くしかないじゃん。オッケー、よっしゃ。なんだこの4階はすごかったね。いやー難しいかも今回。でもまあ今までね、だいたい4回ぐらいまでが難しいんで、次は大丈夫でしょう。何が来る？はいはいはい、レイスね。あ、もう、めんどいな。お、タワーレイス？ちょっと待って。キューブめんどい。キューブが出てくるのかい。やば。よし、まだいる？まだかい。ここやばいね。よし、まだ。ちょっと待って、もうちょっと待って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 、やっば、ここやっば。よし、オッケーオッケーオッケー。ここやべえな。おお、5回クリア、すんごいね。いやー、これ難易度高いぞ今回、すんごい。そうねー、いや今回星夜で行くか。星夜で行こう今回はさ。多分7回ぐらいに商人いるんじゃない。7回ぐらいでさ、だったら嬉しい。おい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 、火力が結構すごい。よし、もうオッケー。ちょっと待ってよし、基本的にパーティーには誘わないでもらっていいですか。すいません、こっちからパーティーに入ることはまずないので、こっちのパーティーに入るようにしてください。お誘い来ても基本的に入りませんので、お願いします。しゃ、なんとか終わったか。6回クリアです。そろそろ防具が欲しい。加盟するか、ポーションバリアついてるしね。ポーションバリアでいきます。商人ユニークが来るか、何が来る。ユニーク OK ならば、とりあえず、ポーションバリアは入れて、で、あとで星夜を、折り打ちと、エーリを3ずつ入れようかな。よし。あ、ボスじゃない。ボスじゃなかった。で、ここか。戦いやすい場所ではあるけどね。わーい。これさっきと同じ感じじゃん。まあいいけどさ、
ちょっと待って、息できないよ。ちょっと息をさせて。危な。おいはいはい、何この海の中でのクリーパー流行ってんの今。よし、オッケー、もうなんてことない、いけたー、8回クリアです。はい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 、海の中のクリーパーなんか流行ってんのね今回は。で次ボス、あボスだ。あーここはもう間違いなくエリクサーでしょ。何が来る、怪しいなー、バカもう大外れが出てどうする、何が来る、気になる、うん、わー、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、うん、オッケー。いやね、エンダーセントはね、もう、オッケー。タワーボスラッシュでね、もう倒しまくったから、もう大丈夫。いや、大丈夫じゃないかもしれないけど。バカもう、いやー、振りが遅い武器との相性悪いな、こいつ。振りが遅い武器との相性悪い。あー、いい、もう OK、 よっしゃ OK、 よし、いいね、決まったよ今のは。お、キノコ、ナイスナイスナイス、こっから楽かな、うん、今までがひどかった分こっからは多分楽に行けてほしい。うんうん。アーティファクトいい感じよ、今回。アーティファクトすんごいいい感じ。はいはいはい。一応保険の、よし、影のブリューはあそこに置いとく。え、ちょっと待って。やたら減らない、いいかいいか。ちょっと待って、痛いな攻撃が、よし OK、 大丈夫、動いてこないね、こいつは全然動いてこないな、よし OK、 倒した、いやまだだ、ああ下に落ちたんかい、はい、なんだろう、敵の動きがいつもと違う気がする、動かない、どこだったっけ、海の中のクリーパーとかも動いてこなかったよね、あバーストクロスにしようかね、うん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 、航海員もなんか今回怪しい気がするな、もしかして使えたりするか、また商人、さっきじゃなかった、3回したぐらい商人だったよね、まあまあいいけど、おお星寄る、こんだけ強くなりゃだいぶいいよ、で次上上がってから鋭利を上げて、さらにパワーを、攻撃力を 10% アップ、こっちはいらないね、 OK、 いくぞ、うーん微妙だな、何が来ますか、危ない危ない危ない、はい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 、クリーパー部屋ね、はいはいはい、ひどいねここも、よしここもひどい場所だ、よしちょっと相当な場所やね、はい、でももう終わりだね、こっちはもう誘惑させちゃえば終わりだもんね、じゃあよし、いけた、
では次が13回、もう終わりそうだ。うん、あ、これ慣れれば周回早いよ。うん、慣れたら多分相当周回早そうで、ボスがあと2回出るよね。ボスがボスが2体しか出ないタイプとか、あー乱射いいね。でもいいか。うん、さっき取ったばっかだし。あ、でそうか、これが来るのか。あ、なるほどね。結構すごいギュッてこう凝縮されてる感じだね。これマルチプレイ怖い。マルチプレイこれどうなるのか怖いぞ。あぶね、ちょっと待って、これ反射ダメージが痛すぎる。そうか、星寄るの時はこういうことがありえるのか。そうかこれドラ使って影化してぶん殴ったら、うん、刺激がする。あっぶねえ、危ない、死んじゃう、危ない。あ、でもまあまあ次で倒せるわ。危ない。オッケー、まあ倒せるね。オッケー、影の武竜でちょっと突っ込みましょう。終わり。嘘。でもまあまあ倒したことにはなってるでしょ。何それ。そんなんいいんすか。そんなんで。盗っとかよ。で、ここ嫌いだな。嫌いな場所。ここかよ。まあいいけどさ。よし、いけるけどね。よし、待ってよ、この上がちょっと厳しいぞ。いけるか。よし、いけた。 OK。 どんな感じだ敵は。あはは、とりあえずこれ出しとけ。あいつらぐらい？よっしゃ。あ、特に強いやつは出ないか？いや、火力発見。おお。敵の火力がね、驚くほど高い。ちょい。危ねえ。敵出るね。数が多い。もう。オッケー。ちょっと待って、下にもいるんかい。あ、でも弓でいけるね。終わり。14回クリア。もうちょい。もう少し。あー、なるほど、森の矢筒か。持っていこう。え、でもどれ変える？いや微妙だぞ。いや、なしでいきます。森の矢筒もいいけど、そうね、ちょっとバーストクロスボウじゃない方がいいかな。乱射だったらいい感じだったかもしれないけども。うわ、ちょっと待って、痛くない？ダメージがむちゃくちゃ入る。まあそうか、これね、耐久力低いからね。にしてもだよ、にしてもひどいダメージだな。よし、やばい。
毒ダメージでやられそう。まだいるの？でも影化してるから OK。 あ、見て、いけた。あ、やばい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 。よし、いけた。いや、このまんまかな。で、また星夜をあげましょうか。いや、防具なんかちょっと微妙だな。あ、待って待って待って、エンチャント入れてから。うん、防具がちょっと微妙だぞ。でも、火力はいるしね。あ、でも90ちょっとと102、そこまで変わりはなかったか。なら防具上げても、いや、ここの階とかで防具を取ればいいや。あれ、ここど、え、ど、どう登るのこれ。え、あ、あ、こっちかの。初めてのステージでちょっと登る場所が分かんなかったよ。やばいやばいやばい、危ね。 OK、 お、お、いや別に難しいところじゃなくない、ここ。なんか嫌なやついる。 OK、ないんだけど。上にいるの？え、え、何それ、何それ。ここで初めて。しゃ、ここで初めて敵が出るんかい。お、でフレイズだけ、こいつらだけ。だったら別に大したことないぞ。じゃあ、うん、え、もう終わりじゃない。まだか。意外と敵は多い。あ、し、火力たっけ、火力たっか。ああ、まあまあまあクリアですよ。うん、え、防具なしか。防具なしだわ。じゃあ何もいらんかな。一応ウィンドボウだけ取っていく。火力がないもんね。うん、一応ウィンドボウ使うか分かんないけど、行きましょう。まあ、チャージで2000のダメージなんでちょっとはマシですね。あ、すごい、ここまで22分。これ慣れでは20分切るぞ。ナイス、これ余裕だわ。よし、あー、もうこれ完璧失敗した。今の完璧に俺失敗してるわ。はい、もうちょっと簡単に倒せたっしょ。あ、でもクリアです。早かった。うん、23分かからない初見で。ならばこれは普通に行けば20分切るね。20分かからないぐらいでクリアできそうです。はい、では報酬を見てみましょう。なんだ、あ、ネバネバ。まあ、横はいらないね。エンターテイナーゴーストリー。もちろん。うん。まあまあ、最強のやつ持ってるけどね。下には、リフレッシュがついてる。うん、マルチショットは別にいらないかな。なんだ。あー、毒の力もいらないな。うんうん。まあ、ネバネバで売りましょう。はい、ということで、結構簡単、いや簡単じゃないな、難しかった。序盤がとにかく難しい。うん、あの特に何回だ、4回かそこら辺の海のステージでクリーパーがむちゃくちゃ出てくるとこ、あそことかはね、初めて行ってこう突っ込んだ時とかはやられると思う。うん、なかなか初見殺しみたいな
ステージでしたね。うん、でも絶対慣れれば周回しやすいと思うので、今回はまあ、よしとしましょう。はい。では、またね、マルチプレイとか、タワーのボスラッシュ、それもやってみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。